早稲田、どうもマックス鈴木です。早稲田に来ております。今からお伺いさせていただくお店さんとは全然関係ないんですけど、山吹っていうお店が多いのはなんで？山吹って土地なのかな。はい、そんな本日はこちらです。ペコン、マクラカー、マクラカー、一滴マクラカー。どうもマックス鈴木でございます。私本日、先ほどのオープニングでもありましたようにマクナカさんに、お邪魔させていただいて、今からつけ麺の厚盛りの前回 3.5 キロを茹で前でいただいたので、今回は 4.5 キロ、自身初でございます。茹で前 4.5 キロの麺量は、一応麺の量が 4.5 なんですけど、ポンポンっていう蓋すりバチで、麺がね、マクナカさんやっぱりこういう感じなんですよ。で、ちょっと熱いお湯を入れていただいたので、ちょっと釜揚げっぽくなってます。あちゃ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 、プシャオ、こういう感じでございます。で、こちらがお野菜と豚、それにこちらが漬けだれ、これ辛味、ラー油別にしていただきました。で、こちらがニンニクですね、トッピングのニンニクと、あとラー油、はい、あと油ですね、こちらを楽しみながらいただこうと思います。さあ、いただきます。いただきます。ちなみにこちら黒胡椒とか、あと一味唐辛子と、あとこちらが返しですかね、もうございますので、はい、お好きなようにというか、いただきます。ちょっとずらして、よいしょ。ちょっと特別にちょっとご協力いただいて、今お店さんの中休みの時にお話しいただいております。改めまして、この麺の凄さをちょっと、この力強さを、こんな感じでございます。もううどんでございますね。僕はこれにちょっと野菜を最初にやりながら、いただきます。麺がでもね、味は結構ね、優しめなんですよね。タレ全然負けないんですよ。このバランスはもうちょっともうやばいですね。これ癖になりますよ、本当に。本当癖になりますよ、これ。目にして、もう油ってるというメガネが、こうか。こちらが店内にある自販機がかなりお得なお値段で、めちゃくちゃありがたいという。前回上げさせていただいた動画でもちょっとコメントいただいてるとかあったんですけど、ありがたいですよね。ちなみに今期間限定で日の豚さんとコラボ麺やられてます。混ぜそば、超絶うまいですよ、これ超絶うまいです。超絶うまい。超絶うまい。あ、すみません。
ろんなことして楽しみたいと思います。ぐらい前ですよ、本当に笑っちゃうぐらい前ですよ、本当に。ちょっとニンニクを足してみます。上品な味なんですよね。優勝だと思います、マジ。はい、終わりました。ありがとうございます。はい、じゃあすいません、次のつけだれお願いします。はい、
しいだな、これは。ニンニクに返しちょっと、油を投入してみたいと思います。油を、油はこんな感じでございます。すいません、ありがとうございます。今日はお得な自販機からコロコロ買っていましたんで、珍しくちょっと割り箸と太さが変わらないです。いや、割り箸より太いんじゃないか。これちょっと置いといて、新しいつけた。あ、いいこと考えた。ちょっと
こっちの漬けだれの方に麺入れといていいですか。キレッキレにうまいです、マジで。本当にもうちょっともうぶっ刺さってますね、もう僕の心に。本当にぶっ刺さりまくってて、本当にもうなんかファイトっていう気がもうゼロなんですよね。もうファイトの負の字も起きないですよ、俺の心の中に。半端じゃねえなこれ。やっぱり結構ラー油入れると味がガラッと変わりますよね。ガラッと。いやこれどっちももう超うめえ。
はい、ありがとうございます。Thank you.
オランジーナを買いたいと思います。はい、いやちょっとね、これ僕これいつもウーロン茶なんですけど、オランジーナちょっといいわ。いいですね、これ。you
になります。これ最初のつけだれにちょっと麺をつけといたんですよ。ちょっとおでんのちくわぶっぽくなるかなっていうのをちょっと狙ってみました。さあどうなるのか実験です。はい、若干ちょっと麺の色が変わりました。うっすらなんですけど、わかるかな。実験ちょっとだけね、おでんっぽくなった。ラーメン屋さんのおでんみたいな感じ。これはこれでうまいですな。
最後まで、ご視聴いただきありがとうございました。4.5kg、ちょっと初めて当たって結構美味しくいただきました。昨日も幕長さんだったからじゃないかなと、ちょっと本当に個人的に思っております。すいません、ありがとうございます。じゃあちょっと、せっかくっていうか、ご案内が僕から、お店さんのご案内なんですけど、麺の量が、今日が今2019年1月15日現在なんですけども、お買い求めの食券に表記されたグラム数内でお好みの量を店員さんにお伝えくださいと。で、並盛りの件とか大盛りだけそれぞれのグラムが変わると。あと茹で時間なんですけれど、太麺ゴワゴワのため通常で10分、ご提供まで13分程度を目安とさせていただいておりますと。で、基本的に固めはお断りしておりますのでご了承くださいと。さらにお時間いただきますが、柔らかめは可能ということなので、もし気になった方はこちらの方も行っていただければ。で、つけ麺に関してなんですけども、厚盛りを推奨されてます、僕が今いただいたみたいな。で、つけだれはラー油入りの辛みのものあるものになってるんですけれども、この抜きも事前に言っていただければできるということです。で、冷や盛り、氷水で締めたものをご希望のお客様は事前にお伝えくださいと。で、麺がかなり固くなるみたいなので、その点をご理解の上で、お持ちくださいとのことです。で、あと混ぜそば、これもあるんですね。ラーメン、つけ麺と違って野菜増しは対応しておりませんと。で、無料トッピングは生ニンニク、油のみになるのご了承くださいと。また食券をいただく際にフライドガーリックの有無を確認いたしますと。めちゃめちゃもう分かりやすく書いてあります。野菜の量とかもポップで実際の写真で書いてあるんで、かなり分かりやすいと思います。なので、もし気になった方いらっしゃいましたら、ぜひともこちら早稲田にございます、幕中さんに足を運んでいただければなと思います。本当に今麺も油もくんマジでうまい。やっぱ僕は油と麺とスープのバイバイ